どうも、マサダイです。僕が子供の頃に遊んでいたおもちゃが大変なことになっています。僕がアマゾンで、昔遊んでたおもちゃの名前を検索したところですね、新品だとすっごい値が高くなってたんですね。びっくりです。当時の値段よりですね、最高で、すごいのだと10倍してましたね。びっくりです。780円が7800円です。なので今回は、今大変なことになっている僕の昔遊んでたおもちゃを、まだ僕持っているので紹介したいと思います。まずはこれです。僕が以前動画で紹介しましたベイブレード、これがですね、最高で新品だとすっごいです、7800円でした。びっくりです。そんなに価値上がるもんかって、今思えばですね、これは遊ぶために買ってたんですけど、作らなきゃよかったと思ってます。続いてなんですけど、これはですね、僕の周りでは全く流行ってませんでしたけど、僕だけちょっとハマってたので、買って遊んでましたね。ゲットライドアームドライバー、これ僕が子供の頃にアニメでやってたんですけど、ちょっとかっこよかったんですね、僕からしたら。なので、これ買って遊んでたんですね。これは確か当時2800円ぐらいだったんですけど、まあ7000円とかいってるやつもありましたね。ちなみにこれ結構キャラクターがあって、かなり持ってたんですけど、僕も中学校に上がってさすがにいらないと思って友達に安値で売ってしまいました。非常にもったいないことをしてしまった。他にもビーダーマンとか僕やってたんですけど、ビーダーマンは残念ながらもう廃棄してしまったので全くありません。僕が思うにこれから値が高くなるのは、そう、妖怪メダル。これ今すっごい流行ってるじゃないですか。僕の昔のベイブレードと同じくらい流行ってると思います。なのでですね、ここ数年はですね、多分値はそんな張らないと思うんですけど、今ハマっている子供たちが、僕ぐらいの年になったらですね、もしかしたら大変なことになってるかもしれません。なのでね、そういうおもちゃは捨てずに取っといた方が価値上がると思います。ただね、中古になっちゃうとね、多分ダメだと思うんで、新品、袋開けてないとか箱開けてないとか、そういう保存方法じゃないと価値は上がらないと思います。皆さんもまだ捨ててなかったらですね、一度確認してみてください。もしかしたらこのおもちゃたちが化けるかもしれません。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。